あ、ニックスこれ、上にいたのか。アパート、これアパートか。疲れたよ、本当に。大切にすべき相手を大切にすれば恩返しがある。そうか、成功したな。おいおい、自信たっぷりだな。さあ、渡したプログラムを返してくれ。さて、どうなんでしょう。内部にスパイはいたんでしょうか。というか、ウラルがスパイなんでしょうか。すんげえアパート。金庫ねえか。全てにアクセスできるバックドアができる。何でも見ることができるぞ。さて、早速見てみよう。まずは蝶の情報を保存しておく。クライアントがかなり喜ぶはずだ。さて、次はチェンだ。ウラルはファイルに高レベルな暗号化を施している。もちろん解読できないわけじゃない。プロテクトを迂回して解読を進めて、こいつは少しかかりそうだ。我ながらいい腕だ。思っていたより早く進んだ。ダルトンのスレートにいくつかファイルを保存している。アクセス履歴やドミニオン計画に関連するものだ。新しく暗号化もしたから、こいつでしか開くことはできなくなった。完了だ。よし、準備ができたぞ。新しく暗号化したスレートだ。まったく竜人を欺くのは楽しくなりそうだよ。本来見ることは許されていない。じらさず教えてくれ。ここまでたどり着いたから教えてやる。だが忘れるな、お前が相手にするのは情報偽造に関して才気あふれる連中だ。イモチェン。そう言い切れるか。イモジェンは企業の裏社会で育ったようなものだ。彼女の行動の一つ一つにはほぼ間違いなく何らかの意図がある。ほら、スレートだ。いつも通り竜人との仕事は緊張する。これイモジェンがやったんすか、情報流出。ちょ、ダルトンと相談だ。ダルトン。そうか、成功したのだな。いくつか報告は上がってきたが、少なくとも緊急事態を示すものはなかった。これを手に入れたんですけど。思った通りだ。さあ、手に入れたものを確認しよう。不可能だと思っていたが、最近ウラルのファイルに外部からアクセスがあったようだ。非常に入り組んだ手順を踏んだようだが、それを全部判明させるとは、ニックス、大したやつだ。クソ、こいつが容疑者だ。誰なんです？シニアオペレーションスペシャリストのイモジェン・サルドだ。こんなことが可能な人物は限られる。マジで？彼女には能力もアクセスする手段もある。軽率に結論を出す前に自分の手で尋問しようと思う。オフィスに乗り込んで彼女をここに連れてこい。オッケー。彼女が逃げたらどうする？もし逃げたら彼女は有罪ってことだ。イモジェンを拘束して連れてきてもらいたいところだが、彼女は絶対に応じないだろうな。彼女はよく知っている。会社を裏切り捕まった者がどんな運命をたどるか。オッケー。ああ、従業員と接する中で一番難しいのは嘘と真実を見分けることだ。もういなかったりするんじゃねえの、イモジェン。なんか変なもん手に入れた。あ、薬か。イモジェン。
リモジェン、いますか？うちの技術者の邪魔をしないで。みんな忙しいの。いないよね、そりゃ。リモジェンを探してるのね。もうわかってるでしょ。彼女はここにいない。残念ね。サインしてもらわなきゃいけない書類がいくつもあるのに。彼女は昔からデスクワークから逃げる天才なの。いや、そうじゃなくて。あなたに関係ないでしょ。でも仕事の相棒を見張るのはとても好きよ。どうして知る必要があるのか教えて。ダルトンに聞いてくれ。あら、お断りよ。ダルトンから情報を得るなんて壁に向かって話すようなもの。それに考え事の方がずっと楽しい。イモジェンの姿を最後に確認できたのはフランキーズグラブ&ゴーよ。そっかシンジケートのフロント企業なの。みんな知ってるわ。彼女を追いかけるなら役員のサインがいるわよ。頼むならダルトンがいいと思う。はい。よかった。あなたが彼のところに行ったらどんな騒ぎが巻き起こることか。ちょっと楽しみかもね。仕事場に楽しみを絶やさないでよ。イモジェンが見つかるといいわね。それからもし彼女を見つけたら私のおかげで見つけられたってことを必ず伝えて。なんだこの人。想定し得ることが起きたわねぐらいの反応なんだけど。でしかも見つけたとて自分の手柄にしろと言ってるんですか。ダルトンと会話するはオプションだったけど、まあ悪そうな人ではないし、話すか。立ち入り禁止区域には入らない。イモジェンの姿がない。もしやこちらの動きに気づいたか。フランキーズクラブ&ゴーに行ったんじゃねえか。だろうな。ユーコなら知っているだろう。彼女がシンジケートの仲間ならお前に追わせるわけにはいかない。ベンジャミン・バイユーと話をする必要がある。彼が現状を把握しているか確かめなくては。もしかしたらイモジェンを捕まえるのに協力してくれるかもしれん。ほう。よし、協力を得られなければトレードタワーに向かえ。クレジットを要求されるか頼み事をされるかもしれない。言われた通りにするんだ。なるべく急いでくれ。必ず彼女を無傷でここへ連れて帰れ。もし抵抗や逃亡を図ったらそれは罪を認めたということだ。オッケー。イモジェンが手に入れた情報を使って我が社に大きなダメージを与える可能性がある。竜人を裏切ったらどうなるか彼女はよく知っているはずだ。もし最悪の状況になったら彼女がどんな証拠を持っているか徹底的に捜索してくれ。お前は過去の人間関係によって判断を誤ったりはしないと信じているぞ。これ実際に見つけたら殺す殺さないとかいろいろ選択できるのかもしれないな。で、あ、違う。ベンジャミン・バイユと話すもオプションだな。ダルトンにそう頼まれたからね、協力を仰ぐように。仰いでみるか。さてと、またこのラウンジにやってきた。ずいぶん奥にいる。待て、これ DJ エリアや。そのまま行って。はい。行った。人を送った覚えはないんだが、何のような。ダルトン・ファインズの依頼だ。
ああ、古い友人のためならいつでも時間を作ってやろう。で、目的は？シンジケートに潜伏している容疑者を追っている。シンジケートのメンバーを巻き込まない限りはいいだろう。君がシンジケートで自由に行動できるよう手配する。で、また依頼が来るんだけど、説得があるぞ。お互いにとってどんなメリットがあるというんだ。はい。もちろんだ。はい。そうだといいがな。あ、これ簡単にいけそう。信じたいところだが。よし、わかった。口がうまいな。互いにとって利益のある話だというのであれば、こんな小さな頼みの一つや二つ、なんてことない。フランキーズにいるムーアという女に会いに行け。私から口添えしておくから、邪険にされることはないだろう。一つ警告だ。シンジケートの捜索許可は、個人の部屋まで対象にしていない。個人の部屋を嗅ぎ回っているところを見られたらことだぞ。言っておくが、敵対関係になることは覚悟しておけ。ほう。個人の部屋には行くなよ、と。そんなこと言われたらなんかレア物あるんじゃねえかって思っちゃうな。え、これもオプションなんだけど、その目撃されたというバーで話を聞くというか、情報があるなら話を聞く。ちょ、人多いな。ここだ。どうすんの？どうも。迷ったのかい、おちびちゃん。あら、特別扱いされてるんだね。一つだけ約束してほしいことがある。3階は立ち入り禁止。はあ。それでいい。一応言うけど、あんたに出入りを許可するのは必要に迫られたからだよ。お目当てのお嬢さんはここをまっすぐ行った先の部屋に引きこもってるはず。運よく出入りが許されてありがたく思うことだね。ああ、じゃあここでかくまってもらっていると。3回行くなよなんて言われたら行きたくなっちゃうじゃん。え？あ、これがただの棚だと思った。ちょっと待ってね、これどうも。見張ってるからね。はい。わ、レベル高い。よ、妙なことをしたら殺すからね。スリタイムと行こうかな。スリタイム行きます。おや、めっちゃ勝ちだけ。なんだこれ、刀？これ刀だよね。どう見ても。やーべえ。出血効果をランダムに与える刀だ。うんめえ。ここ2階ね。3階はあれだな。見張ってるからね。はい、ぼちぼちスリはしたんだけど、またここにマスター扉があるな。で、こっちのなんか工事中の壁、これ3階行けるね。行ってみようか。なんかいいもんでもあるんじゃないの？ん？これ開く？うわ、開かないな、これ。開かないな。ここから行けないな。行けないな。別の方向から行くか。子供相手には商売しないし、盗みもしない。
どこに行くつもり？このフロアは部外者立ち入り禁止よ。ホールにはどうすればいい？私が仲間を裏切るとでも？迷っただけなんだけど。ええ、そうでしょうね。さっさと消えなさい。くそ。通気口から行けるんじゃね、これ。あれ、ダメか。行けそう。あ、行けそう。行けそうな気がする。人いないな。金庫あるな。しかもノービス。うん、そんなんでもない。なんかこの辺のラップトップ、ああ触れるわけじゃないんだ。ノバライト。クレジットだ。なんか金目のものはないか。これ無理そう。いや。ここだけは漁ったから。あ、下になんかある？あ、なんだ。この人らとは今完全に敵対したくないし、ここだけ漁って退散しよう。どっから来たっけ？こっちか。あ、ここ開くんだ。さて、じゃあいるんでしょ、イモジェ。またどこかで会えると思った。どうも。自分が安全だとは思っていなかったけど、あなたがシンジケートに捕まらないなんて驚きよ。あ、対決する？武器を片手に。あ、そうだ、さっきカターナ拾ったから。こうして、で、カターナを構えて話すと。私を追ってくる予感はしていたのよ。まずいことになっているのは分かっているけど、仕方がなかったの。ウラルにはめられたのよ。確かに二重スパイとして活動していたけど、それはウラルの命令よ。この任務は利益のためではなく、欺くためだった。そしてドミニオン計画は私の給料に見合った仕事じゃなかった。実現は不可能だったの。少なくとも意図的にはね。私がドミニオン計画について知っているのは、情報漏洩の罪をなぜ問われたのか知りたかったから、それだけよ。でもあれは危険な技術だわ。理論的に他の人間を操れる内蔵ニューロアンプですって。私が犯人だという証拠があるなら、それはウラルが私をはめるために用意したからよ。心をコントロールして実際に行動させる。誰かをはめるのにこれ以上いい方法がある？完全な偽装工作だ。証拠が必要ならここにあるわ。ウラルにはこれをもみ消す力がある。でも彼女は長い間デスクワークしか知らない。きっと何か見逃していると思った。このスレートには彼女に不利な証拠が全て入っているわ。これをダルトンに届けてもらいたいの。私の無罪を証明する唯一の方法よ。はあ、なるほど。この人もまたはめられて、そう仕立てられてると。殺すこともできると。まあ、ちょっとダルトンに判断してもらおうか。お願いね。私がまだ逃亡中だと思っている限り、ウラルは自分の計画の失敗を疑わないはず。
オフィスではこんなことあまり言わなかったと思うけど、ありがとう。はあ。あ、ウラルを問い詰める。ウラルを問い詰めるか、今の段階で。どうするべきなんだろう。なんか話がややこしくなってきた。このタスク。はいはいはい。まずダルトンだな、ひとまずは。今ちょっと竜神のタワーの目の前に来て気づいたんだけど、隣に竜神アパートメントって建物があって、その名の通り、竜神の社宅かな？で、このワンフロアしかないんだけど、アクセスできないって書いてあるんだよね。これひょっとしたら、このまま竜神のタスク進めていったら、このネオンに居住地作れる説あるな。ホテルはあるんだけど、このネオン。ホテルの部屋を買い切ることはできなかったから、しかもここめちゃめちゃでかいから、居住地あるとめっちゃ助かる。で、そう、金なんだけど、金溜まってたわ。これ、マイホームのローン、一括払いできるな。まあ、でもちょっと切り悪いから、タスクはやっちゃおう。そう、ダルトンだな。あ、ゆうこと話す。ゆうこと話す。ゆうことは話してもいいかな。どうしよう。どうしよう。この人割とミステリアスな人なんだよな。ちょっとダルト、あら、お帰りなさい。それで何かわかったの？なんかこの人嫌なんだよな。ダルトンに聞いてくれ。そう来ると思ったわ。ダルトンによろしくね。遅かれ早かれ私の元に戻ってくるでしょうから。強制的に会話させられた。顧客のもてなし方をよく知って。今はひとまずダルトンなら信用できそう。はい、ダルトン。戻った。イモジェイはですね、はめられたと言ってましたよ。なるほど。見つけはしたが、お、ちょ。そうじゃないって。言い訳があれば聞こう。これで。私の勘違いでなければ、お前は彼女の味方のようだな。お前を責めるつもりはないが、イモジェンが本当に無実を証明したいのなら、厳しい尋問を受ける覚悟がいるだろうな。さて、このことを報告書にまとめなくてはな。骨の折れる仕事だ。ところで、マサクは調査開発部に来てほしいと言っていたぞ。ねえって、この人に言ってよかったのかな。楽しんでいるわけじゃないが、この報告書に関しては自分以外誰も信用する気はない。はあ、ちょっと不安。ウラルに単刀直入に問いただしてみるっていうオプションは無視しちゃったし、やっといただしてみた方が良かったかな。